よろしくお願いいたします。はい、本当にねちょっとね、風のせいで少し体が縮こまってるかもしれませんが、踊り子の皆さん目いっぱい踊っちゃってください。よろしくお願いします。はい、そしてこのよさこい踊りというものなんですけども、もともとが、高知で生まれたのは、まあ、皆さんご存知かと思いますけども、戦後の復興を目的に踊っているんですね。はい、とにかく、神様もですから立てないで、とにかくお祭り騒ぎをしようというのがこのよさこいのそもそもの目的なんです。うん、元気に、踊って、ね、楽しくなりましょうよという、そういう目的でやっておりますので、皆様方と一緒に楽しむお祭りでございます。よろしかったら勝作品の鳴子に合わせましてお手拍子などいただければ幸いでございます。というわけで皆様楽しく参りましょう。よろしかったらお手拍子。春の坂戸の桜祭りに熱く楽しく景気よく、いざ参ります。上総弓。いや、また後ほどお目にかかりたいと思います。勝作でした。ありがとうございました。ありがとう。
あずさ組の皆さんによるよさこいのステージでした。改めて大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。